アルフレッド・ヒッチ・コック。アカデミー賞の最優秀監督賞にコドノミネートされた。フェデリコ・フェリーニ。イタリアの監督で映画の歴史に多大な影響を与えた監督の一人。映画監督とは映画の映像制作、演出面を統括する責任者のこと。一般に制作はプロデューサーが最上位の権限を持ち、映画の企画、資金提供者選び。 資金の流れや、その配分の決定、脚本会選び、監督選び、俳優選び、配給先決定などの権限や責任を持っており、権限の上でナンバーワンとみなされる。それに対し、映画監督はプロデューサーから監督として選ばれて、契約を結び、ある映像の制作に責任を持った人物である。映画制作の権限の観点からは、しばしばナンバー2とみなされている。 ただし映画が公開されると、監督やキャストの俳優の名前が観客動員の重要な要素となる。ただし映画は監督のものと映画評論家に言われるほどその役割は重要で、制作現場では作品全体の統一のための様々な権限を有している。映画監督は劇場用映画やフィルムで撮影された まとまった作品の監督のみを意味することが多いが、テレビ番組やビデオ作品などについても、監督やディレクターという言葉が用いられ、映画監督と監督の職務内容には、規模の違いこそあれを大きな差はないため、本校では両者をまとめて扱う。映画監督の基本的な責任範囲は、映画作品としての品質管理である。企画、制作は基本的に、 プロデューサーの職分であり、監督という職種の本来の責任範囲ではない。もっとも、監督が作品を作り上げる上で複数の職務を担当することもあり、脚本や編集も行っている場合も多い。また、監督によっては、自分の作品で音楽家を兼任している場合もある。とはいえ、諸々の経済的事情をはじめとする理由によって、 主に商業映画を中心に仕事をする監督は、自らが理想とする映画を完璧に作り上げることは困難とされる。少しでも理想に近づけるための交渉術なども監督にとって重要な資質であると言える。また、映像作品を作るためには多くのスタッフが関係することがある。それぞれの専門的なスタッフのアイデアを組み上げ、アイデアについて吟味し、 採用したり却下したりという判断を下すことも監督の重要な仕事である。黒沢明。映画の歴史に多大な影響を与えた監督の一人だと世界的に認知されている。その生涯の功績を称える形で1990年にアカデミー賞を受賞。監督の仕事は完成した脚本を受け取ってから始まる。ただし、監督自らが脚本を書く場合も、 少なくない。また、完成脚本に手を入れることで、結果的に脚本家との共同脚本としてクレジットされる場合もあれば、監督が手を入れていても、特にクレジットはされない場合もある。配役。どういう役に、どういう俳優を割り当てるかについて関与する。ただし主役級の俳優は、プロデューサー等によって決定済みの場合もあり。 その場合は、基本的にはプロデューサーが指定した俳優で進めざるを得ない。また、配役の専門の責任者である、キャスティングプロデューサーが置かれる場合もあり、監督がすべての配役を決定しているわけではないことは多いが、決定に際しては何らかの意見を求められるのが一般的である。ロケン、撮影を行う場所を決定する。衣装合わせ。各、シーンごとに、 それぞれの俳優が着用する衣装や手に持つ小道具等を決めていく。監督の美意識がストレートに反映される部分であるため最終決定権は監督にある。また各人の衣装によりカメラの位置、照明の方法、セットの組み方等も変わってくるため各部門のチーフ級のスタッフも参加する。よってこれが俳優と各スタッフの事実上の 初顔合わせの場になることが多い。撮影。管理する。カメラポジションや画角、カメラの動き方を決め、絵柄を確定する。役者への演技指導を行う。撮影中の動きなどを把握した上で、OK、NG の判断をすると称する。日本のテレビの場合は本番に入る際に、ディレクターが3、2、1、9と合図するのが一般的だが、映画では、 監督の用意に続き、助監督や各部門の助手らが本番用意等と復唱し、続いて監督のスタート、アクションと共に助監督がカチンコを鳴らして本番に入る。その後はテレビでも映画でも共通で予定された部分まで演技が進むか、または NG の演技が出た瞬間に、カットと叫んで撮影を止める。NG でない場合、 スクリプターらとも相談し、問題なければ OK として次の撮影に進む。編集。撮れている映像から必要なものを抜き出してつなぐ。映像と映像のつなぎ方などを決定する。音楽や効果音をつけるかどうか、つけるとした場合はそのつけ方を決定する。監督によっては簡単な指示を与えて、編集担当者に全面的に任せる場合。 編集者をオペレーターとして全面的に編集の指示を与える場合もある。また、アメリカのようにプロデューサーが編集に関わり、監督に編集権がない場合もある。ドキュメンタリー映画の場合は、劇映画ほど職務分担の違いが明らかではない。多くの場合、低予算でスタッフの人数が少ないことや、その場その場で判断しなければならないことが多いなどの理由から、一般に、 ドキュメンタリー映画の監督は監督としての職務のほかに企画、調査、取材などを兼務せざるを得ない。ドキュメンタリー映画の監督の場合は権限が広いというよりは不可分ないくつかの職域を横断し監督一人が総合的に責任を負うことになるという構造的な違いがある。役者に演技指導するマイケル・ベイ監督の仕事のスタイルは人によって様々である。 また、撮影現場には、国や文化圏によって異なる様々な慣習があり、そういった意味でも違いは大きい。最終的に良い作品を作ることのみが監督の職務であり、監督の仕事の進め方については、定石と呼べるようなものはない。デンマークの国立映画スクールは、学生の卒業制作映画をデンマーク公共放送で放映するなどの援助をしている。 映画のメイキング映像なども比較的入手しやすくなっているが実に千差万別に各人が工夫をして作品の映像を作り上げていることがわかる。それらを見比べるのも映画の楽しみの一つであると言える。ありがとうございます。